ジェフリー・アルバート・タッカーは、アメリカのオーストリア学派の作家、実業家、出版社、無政府資本主義とビットコインの提唱者として知られる。陰性時代には、ミーゼス研究所で、ボランティア活動に参加した。その後、作家、編集者として活動している。2018年現在、彼は、米国経済研究所編集部長であり、 リバティ・ドット・ミーの最高自由責任者タッカーはまた、マッキナック公共政策センター、ルメット大学のブロックチェインイノベーションハブの研究関連会社、およびアクトン・インスティテュート・アソシエイトの非常勤教授でもあるテキサスの歴史家、アルバート・ブリックス・スタッカーとロベルタ・ジェニース、タッカー・タッカーの息子であるジェフリー・アルバート・タッカーは、1963年にカリフォルニア州フレズノで生まれた。 彼はテキサス工科大学とハワードペイン大学で学部生として経済学を学び、そこで最初にオーストリア学派文学に出会う。彼は後にジョージ・メイソン大学大学院で経済学の大学院生として進学。タッカーは戦争を魅惑的な幻想と呼び、アメリカの介入主義的外交政策に批判的であるカリフォルニアサンデーのインタビューで、 タッカーは夜のサンパウロの景色を思い出して彼の自由のビジョンについて次のように説明。目の前にあるエネルギー、イノベーション、想像力。私は向きを変え始めました。そしてそれはあちら、あちら、そしてあらゆる方向に真実でした。そして私は思った。それはそれです。この世界は決して統治されません。統治することはできません。美しかった。 2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大時にはフェイスマスクの着用や社会的距離の施策に対して反対する立場を表明した。ありがとうございます。